ニューヨークの動物園で幸せに暮らすのは人気者のアレックス、チャーミングなグロリア、人生最高、薬が大好きメルマン、ここは天国、そしてお調子者のマーティー、お口もフレッシュ、ここの暮らしは最高。そんな4頭がまだ見ぬ世界へ旅立つことに。ただのヘッポコではないか。しかしその帰り道、シートベルトだ諸君、発車。ニューヨークへ向かったはずが、愛してるよグロリア、ずっと好きだった。落ちたところは着陸、なんと生まれ故郷だった。そしてここはどこ、見覚えがある、アフリカじゃねえか。アフリカ、仲良し4頭はハロー、新しいことがいっぱいの大自然で。嘘、息子よ、母さん、そうだよ、父さん、家族やたくさんの仲間たちと再会。あなたこれをフーフィーって呼んでたわ。フーフィー、こんなもんもういらんよ、僕のフーフィーだよ。この子に返してあげて。2009年春休み、ダンスで勝負だ。オッケー、今のは聞いたな。大冒険が始まる。じゃーん、こんなすご技見たことねえだろ。じゃーん、そして今友情が試される。ムチムチだね、俺好み。グロリア、他の男とデートしてるの。ニューヨークへ帰る前に水飲み場が干上がった。仲間たちを救わなくては。なんとかしなくちゃ。シュレックのクリエイターが送る、怒ってる、早く逃げろ、史上最高のアドベンチャー。仲間が一緒なら何も心配ないさ。ドリームワークス、マダガスカル2。